はい、担当科目は3科目地歴の上野です。どんこちゃまずは皆さんセンター試験お疲れ様でございました。緊張も本当にされたことと思います。今は、この動画を撮っている段階、アップロードされている段階では、センターのリサーチもまだ帰ってきて以来という段階だと思いますので、今は粛々とやるべきことをやると。必ず二次試験使う科目、あるいはセンターを後に受ける私立大学の過去問を解くとかっていうところに専念をしていただけるとよろしいかと思います。さて、で今回のこの動画なんですけども、おそらくこれツイッターにこれの短い版を上げてると思いますので、そこから多分飛んできてこの動画にたどり着いたっていう方が結構多いんじゃないかなと思います。あちらは結構ゆっくりではなくあっさりめの、じっくりとはしない解説なんですけども、こちらはこってりめのゆっくりとした解説でございます。何なのかと言いますと、この書いての通りでございます。2020年度センター地理 B の本試験の問題がありまして、その中の23資格の問題、これは、方式終わった後で、やたら難しかったっていう声をツイッター上で見かけたんですね。で、私が難しかったと思います。そんなに簡単ではないんですけども、ただ、本当にそうかなと。もっと難しい問題他にあったと思うんですよ。例えば、鳥取と宮城と大阪と東京の人口の移動の人数みたいな。やつとか、ハンガリーとかの GNI の問題とかの方がよっぽど僕は厄介だったと思うんですけども、そこからすればまだマシやと思うんですね。なんですけども、確かに簡単ではないわ。確かにこういう貿易の問題ってあるんですけども、大体4つじゃなくて1個ぐらい空いてるんですよ。ここに日本とかがあって、で、この3つと、同例ぐらいの理解をしていますか、で、サーシー数の組み合わせどれですかっていう、そういう問題のことが多分多いと思うんです。そこからすれば、難しいんですけども、でも、解けない問題ではきっとないと思いますので、ちょっと解説をしていこうかなと思っております。ちょっと問題文なんですが、今回は、台本の4の方で、東南アジアとオセアニアが出ました。これに関してはですね、僕、東南アジアとオセアニアは長らく出ていないよって言っちゃってるんですよ。で、オセアニアに関しては2000年代って、その21世紀になってから出たことないんじゃないかぐらいの、追試では出てましたけどもっていうレベルだったんで、ほんまに出るんやっていう驚愕もありました。でそんな中の問いの5ですね。の問題でございます。問題文が、次の図4ですね。図4は、いくつかの国について、それぞれの国に対する輸出額を示したものであり、サーカラ製はオーストラリア対中国ラオスのいずれかである。この4つの中で、オーストラリアに該当するものを選んでくださいという、そんな問題でございます。で、こちら、ここに金額が書いてあります。例えばこれ、サーカラ C に61012というふうに書いてありますから、これ、つまりは、サーの国から C の国に対しまして、これ、100万ドル換算なの、これめんどくさいな。61012かける100万ドルの分だけ、物を売っているっていうことなんだそうです。で、それを踏まえて、この金額の代償とか、から、国名を判断していくという、そういう問題なんですけれども、まず、今ちょっと言っちゃったんですが、このサーと C の国、がね、売り買いしてるこの金額、61012、40307、これの2つが、でかいですよね。ものすごくでかい。で、このでかさっていうのは、やっぱり、案に、サーとシーのこの2つの国が、それだけたくさんのものを売ることができるぐらい、経済規模がでかい国なんだ。っていうのを示唆していると、僕は考えます。ですので、このサーとシーの国は、この4つの中で、経済規模がでかいトップ2どれですかって言ったら、オーストラリアと中国、ここになると思うんですよ。で、ただ、問題は、今回我々はオーストラリアを選択するわけです。サーとシーの2択に絞れました。ここで数勢を選んできたらもう論外だと思ってますが、そのサーとシーのどっちかにオーストラリアが入る、どっちなんだろうか、ここなんですよね、結局、勝負は。で、今回、その数字に着目をしますと、サーからシーに対して売っているその輸出金額が結構でかいです。で、C からサーに売ってる金額もでかいんですけども、サーから C の61012に比べればだいぶビハインドをこう持っている、負けてるわけですよ。で、なので、オーストラリアと中国で貿易をする上で、どっちの方が黒字になるのか、輸出超過になるのか、売り買っているのか、これを考えなければならないわけですね。で、なんとなく、14億人規模の人口を誇っている凄まじい経済大国中国、ですから、すげえ儲けているイメージが強いと思うんですよ。気持ちはわからなくないです。だけれども、中国っていう国は大工業国家です。世界の工場っていうふうに学校の教科書に書かれるぐらいに、ものすごい工業のレベル、そして規模がでかいんですよ。
でも規模がでかいがあまりにですね、まあ、中国国土も広いからたくさんの資源も取れるんですが、そのたくさんの資源をもってしても足りないぐらいにたくさんの資源、まあ、例えば石油、天然ガス、石炭、鉄鉱石、まあ、こういったものを必要とするわけですよ。でそのたくさんの資源をもう大体持っているのがこの国オーストラリアなんです。だいぶカクカクしてますけどね。で僕授業の中ではオーストラリアの資源はとりあえず鉄鉱石で終えましょうって言ってるんですよ。ただこれ勘違いされるのがオーストラリア全土で鉄鉱石が取れるって意味じゃないです。これ頭文字とか結文文字なんですよ。これ例えばまずオーストラリア西側の方に名前を覚えても点数わかんないですけども、ここにピルバラ地区っていうのがあります。でこのピルバラ地区から何が取れますか。ここで鉄鉱石が取れるんですね。分かってきたところです。続きましてこちら側オーストラリアの東側の方はグレートディバイディング山脈、まあ古希造山帯の山脈があります。古希造山帯と言いましたら、まあ、これは検診科の授業では春季講習で扱うんですけども、この、古希造山帯からは石炭が取れるわけですね。でございます。でそして真ん中のこの鉱は、まあ、余分なんですけども、一応このレンジャーというところですね。ここのレンジャーと呼ばれるところ、かっこいいですけど名前が、ここからウラン鉱が眠って取れておりますっていうところですね。オーストラリアウランの生産量世界3位ですけれども、なわけです。1位はカザフスタンですね、になります。でこの、まあ、こうやって鉄鉱石って並べていきますと、鉄鉱石、ウラン鉱、石炭っていうような感じで西真ん中東で取れるんですよっていうのを、まあ、僕は授業の方では教えているところではあるんですね。まあこんな感じでもう溢れんばかりの鉄鉱石、石炭、資源を持ってますので、これをバンバカバンバカ売っていくことができる、これが中国に対するオーストラリアの強みなわけです。なので、その中国はありがたくですね、オーストラリアからやってくるその資源を、うわー、ありがとうございますって、わー、ありがとうございます、今、鉄鉱石をいただきましたけれどもね、あ、石炭もいただきましたけれどもね、石油をいただきましたけれども、天然ガスも、みたいな感じで、やってめっちゃもらってるわけですよ。まあ、それでですね、かなりオーストラリアから物を買うてますので、結構な金額になるっていうふうに考えるべきなんです。一方の、中国からオーストラリアに対する、まあ、その輸出の品目、まあ、機械類とかももちろん含まれてきますけれども、ただね、まあ、工業製品いっぱいそのオーストラリアからもらった資源で作りましたが、オーストラリアという国は人口2500万ちょっととかそんぐらいの感じなんです。めちゃ、まあ、少ないんですよ。めちゃ人口が少ないんです。なので、まあ、工業製品バンバン売っていきますけども、正直そんなにたくさん売っても買ってくれる人間がおらんんですよ、オーストラリアという国には。だからそんなに売ってもしょうがないよねっていうことになっちゃいますので、正直言って貿易の面ではまあ中国は不利です。あんまり売れません。なので金額的に売り買っている差はどっちがいいですか。もうこれはもう明々白々だと思います。やっぱり資源をバンバン売る割には人口少ないからそんなに物を買わん。こちらの方にオーストラリアが入るでしょう。そしてもちろんこちらが中国ということになっています。っていうことで、まあ、これ答えは出ました。差がオーストラリアなんです。ただまあいやらしい作文者が数とか西洋答えなさいとかって言われたら、まあ、これは結構難易度上がってきますので、そうなっても対処できるように一応この数と西の解説をしておきましょうか。でまず、まあ、この数と西で見ていきますとですね、まず数がすごく金額が中国との間の、まあ、売り買いがでかいわけですよ。かたや、まあ、この、オーストラリアとの間の売り買いは少ないっていうふうになっております。この時点で、まあ、中国との方が、まあ、結構距離的に近いとか、あるいは、まあ、密接な関わりがあるんだろうなっていうのは想定されます。ただ、今回は、タイとラオスっていうこの東南アジアの2国が残ってますので、それは距離的に陸続きの中国とは付き合いが長いはずですから、どっちもでかくはそれなりになってますよね。なので、まあ、ここは、この辺の金額を見て考えるのはもう無理だと思います。故に、見比べたいのは、数と性、オーストラリアとどっちの方が売り買いしてますか、こっちを見てほしいんですよ。で見ていただきますと、西のこのしょぼさ、もう100万ドル単位なんで300万ドル絞ってますね。3億円程度ですね。一方でオーストラリアからも大して売っていないっていう、そんな感じでございます。一方でこの数の国はそこそこ、オーストラリアに対して物を売ってますし、でオーストラリアから物を売ってるけども、まあ、むしろオーストラリアの方が輸入超過になってるという、そういう状態なわけです。じゃあそれがタイなのかラオスなのか、どっちが数西なのかと言いますと、結論から申し上げましょう。西がラオスです。で数がタイです。わかりますかね、この理屈。オーストラリアがあります。でこの辺インドネシアとかあるんですけど、インドネシアの向こう側の方にここに東南アジアがこうあるわけですよ。雑に書きましたが、で位置関係を置きますと、こんな感じかな、こんな感じですね。ここまずタイですよ。
で、ここにマレーシアがあって、ここにシンガポールがあります。で、そしてベトナムがここにあります、青大最高ありまして、で、ラオス、ここですね。そして、ここにカンボジアがありますっていう状態なんです。じゃあ聞きましょう。海を隔ててます。向こう側にオーストラリアがあります。ラオスという国はカンボジア対ベトナムに阻まれ内陸なんですよ。内陸の国ラオスがオーストラリアとそんなに頻繁に貿易やるでしょうか。ちょっとこれ難しいんですよ。シンガポールとかに荷物を預けてそれをラオスから取り越させるとかはできるんですけども、正直言ってあんまり積極的にやり取りをすることが難しいと考えられます。なのでここはその向こう側のこちら側に中国がありますので、中国との付き合いの方がきっと長いんだろうなと。だから、まあ、こうやって金額もそこそこいってるなと。一方オーストラリアは全然ダメですね。そんな風になりうるのはこれはラオスしかないでしょ、まあ、タイとこんなことになることはなかなか考えられないと思うので、やっぱりこれはこっちの西の方がラオス、数の方がタイって考えていただければよろしいのかなと思うところでございました。まあ、なのでまずこのサートシーのこの部分に関してはある程度知識だと思うんですよ。まあオーストラリアが資源めちゃ取れるとか、中国がすごい工業国家であるとか、この辺は知らなければならないわけです。しかしながら向こうにこの数とか性とかの判定、まあ、ここは思考力ですよね。結構こういうラオスの位置関係とか、まあ、このラオスの位置関係も知らなあかんのですけども、まあ、それをもとに考えていくっていうこの力、これがやっぱり、まあ、このセンター試験地理 B には求められております。で、この知っている知識をもとにして思考していくこの力っていうのは共通テストでも求められるわけですね。まあ共通テスト、ぶっちゃけ何がどう変わんねんってなんかわからない方も結構いらっしゃるのかもしれませんが、まあ、結構特に社会は大きな変化をしていきます。日本史や世界史、こういった科目も含みまして、かなり今まで覚えたらしまい、なんか人物名とか事件名とか年号とかそういったものを覚えたらどうにかなっている時代、確かにそういうのがあったんです。しかし、そこから脱却をしていき、共通テストでは、まず単語を覚えるのは大前提。その覚えた単語をもとにして、まあ、この覚えた単語をまあ資料とか、グラフとか、地図とか、まあ、そういったものに当てはめて、で、どれが正解なのか、頭の中で思考していく、こういう力が試されるように、まあ、共通テストになるわけですね。まあ、地理ってもともとセンター試験時代からそういう科目ですから、まあ、こういうふうなセンターの過去問なんかもしっかりやっていけば、結構、共通テストに対処できる力も養われていくことと思います。ですので、検診官、センター試験の過去問を収録をいたしました鉄壁地理問題集を使ってバンバン演習を行いつつ講義も行っていますので、ぜひとも3月からお越しくださいみたいな、まあ、そんなまあ一応軽く宣伝も含めつつこの動画を締めとしていきたいと思います。この動画がよろしいと思いましたらチャンネル登録高評価、そして Twitter のフォローもぜひよろしくお願いします。それでは担当科目は3科目地歴の間でございました。どうもありがとうございました。はい、消すのも大変なんですけど。